チャオ、あっちゃんです。今日、3月の14日、ゴミ捨てに行ってきました。またまた。で、くるっと回って、道の駅とかスーパーモリカとかいろんなところでお買い物してきました。で、あそこの無人販売所で大根100円。と、これどこ入れた？じゃがいも、細かいじゃがいもいっぱい、100円。水菜、100円。菊菜、100円。で、400円で買ってきました。これはね、捨てに行ったよっていうドライブ動画で、買ったよって紹介してます。はい。で、スーパー森川で、ちょっとだけ買ってきた。キャベツ150円やったと思う。ちょっと待って、領収書じゃない、レシート、あれない、違うどこ行った、これキャベツ150円と、ネギ、青ネギ50円、人参2本100円、トマト2個150円で、あとね、かき揚げ70円のかき揚げ買ってきた。これお昼ご飯にかき揚げ丼にして食べようと思ってます。はい、ということで、スーパーモリカのお買い物、かき揚げ70円で、人参100円、青ネギ50円、キャベツ150円、トマト150円、消費税込みです。はい、安いね、スーパーモリカの野菜ということで、食べたいと思います。お昼ご飯にしたいと思います。ではまたね、バイバイ。チャオ、あっちゃんです。道の駅で買ってきたもの紹介忘れてた。レタス130円と玉ねぎ140円。はい、この店に買ってきました。ということでね、はい、この後お昼ご飯食いたいと思います。ではまたね、バイバイ。